もうそろそろ第1弾アップデートについて考えようかなと思います。まずこれをご覧ください。ナルガクル爆笑したフレンタギルバゼルギウスですね。ライズでは女好きとヌシリオレウスが確定していました。そしてライズの PV 当日出てきたのは、そう、女好きかと思いきや、なんと出てきたのはクシャルダオラとテオテスカトル。そしてこいつかと思った直後聞こえてきた方向は、どうやらリオレウスのものではありませんでした。なんと主、ディアブロスと主、リオレウス及びドッコリュー3体が同時追加だったのです。つまりサンブレイクの場合でも、ルナルガ以外の希少種、ブレンバゼル以外の特殊個体が来るのではないだろうか。モンスターハンターにおいて希少種が存在する種は、リオレウス、リオレア、ティガレックス、ラギアクルス、フロンティアを含めるとエスピナスとヒプノックである。ヒプノックとラギアクルスは原種自体がいないので、確率は低いと思われるので置いときます。残ったのはティガレックス希少種と金銀クーフとナス希少種。このロードマップを見る感じ第2弾でも希少種が出ると書いてあります。これが新規希少種ではなく全部既存の希少種である場合、第1弾は大豪遊ティガレックス希少種の可能性が一番高いです。まずエスピナス希少種ですが、これは第2弾だと思います。めたい話ですが、ティガ希少種をわざわざ第2弾に持って行ってまでナスを第1弾に持ってくるとは考えられません。金銀夫婦についてですが、これは来るか来ないか全然わかりません。正直アイスボーンで金銀夫婦がいるので、今一度出しても正直熱量はないんじゃないかと心配しています。あとは特殊個体について。主が撤廃されたことによって主の枠が特殊個体枠に変わったようですね。そして主レウス枠がグレンバゼルとして、主ディア枠を考えていきます。モンハンにいる特殊個体はキズガルルガ、クジュラ、月光ラージェン、グリード、ケイオス、ブラキウム、ブリーナ、プライド、アルファー、ローグ、老人、格陽、エンサ、エンゲン。その中でガルルガ、イビルジョー、ブラキディオス、バルハザク、レイゲーナ、ネルギガンテはサンブレイクに登場していないので保有します。月光特殊格陽、百竜のエンゲンはすでにいるのでこれも保有。この中で残るのは、サビタクシャルダオラと混沌にうめくゴアマガラ、老人ハクベリオロスです。新規ではなく既存なら、強さ的に老人ハクベリオロスが妥当ではないでしょうか。混沌にうめくゴアマガラはさすがに早いと思うんです。臨海ブラキのように、第3弾の大目玉みたいな感じで出てくるのがタイミング的にもちょうどいいのではないでしょうか。サビタクシャルダオラについては、アイスボーン公式設定資料集で、イベルカーナと色々被るから残念ながら登場させれなかった。的なことが書かれていました。サンブレイクにイベルカーナを出すのは、売り上げ的にも熱量的にも結構危険です。それなら PV にサビタクシャルダオラを移した方が、過去のユーザーたちも大盛り上がりだと思うんですよ。あとライズからクシャ自体戦いやすくなったので、サビ個体もここが挽回のチャンスです。なのでサビと混沌はタイミング的に第3弾付近と仮定すると、残る派老人ベリオになるんです。あとは前回のバゼル枠ですね。これはいくつか候補があって、イビルジョーかキリンのどちらかです。サンブレイクはアイスボーンに比べて、モデルやモンスターの有用をしないと容量が多くなりすぎてしまいます。なのでなるべくリオレウス足とかの方がいいのです。イビルジョーなら怒り個体とかキリンなら足とかで色々有用がつきます。ただしイビルジョーについては、総流が強くなりそうです。本来乱入されたら嫌なものとして作られたイビルジョーとバゼルギウス。バゼルギウスは総流を使いにくくするという手を使って対策したのですが、イビルジョーはモーションがベタなので使いやすくなりそうなんです。あと金銀夫婦は有結晶の地の一番奥のエリアから全然動かないということもあって、総流でどのエリアからも動かせてしまうライズには相性が悪いんです。それならキリンとかの方がいいのかなって、それじゃあ疲れたので、おやすみなさい。また次の動画で会いましょう。今日の動画はこれで終わり。モンハン同時再生シリーズの再生リストは右上から、小ネタと考察関連の再生リストは左上からどうぞ。高評価をしてくれたりチャンネル登録してくれると、モチベーションが上がるのでぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画で。